秘境探検ツーリング22、日本史、地獄のぞきと、青い卵かけご飯の旅。今回の千葉秘境探検ツーリングは、のこぎり山にある、日本史へ行ってきました。日本史では有名な巨大大仏と、頂上にある地獄のぞきを、見学し、昼食は JA 君津未来、貞元店で、青い卵かけご飯を食べました。今日のツーリングもどうなるかな。さあ、ツーリングの時間だ。のこぎり山、日本史に向かいましょう。いつもの、千葉北インターからスタートです。これから、高速に乗り、立山方向へ向かいます。向かうは、くっつかなやインターです。高速を使って、時間稼ぎです。今回向かう日本史は、2年前に一度行き、同行者が大仏の見学で、階段登りたくないと言ったことと、小雨が降っていたので断念していました。今回はリベンジですね。今日は、晴天に恵まれていい感じです。このまま順調にことが進めばいいのだが、とりあえず高速に乗りました。立山道はトンネルが多いですね。立山道は、木更津から先で、1車線になります。車の流れに、合わせて移動ですね。もともと、オフロードなのでスピードは、出ません。80から100キロくらいが、楽しいですよね。周りの景色からは、海沿いとは感じませんね。ここら辺に来ると、トンネルが多くなります。今日は平日なので、ライダーは少ないな。普通なら、仕事している頃ですが、今日は休暇を使ってるので、のんびり行けますね。に到着しました。くっつかなやインターを降りて、のこぎり山へ向かいます。ありました、日本史の入り口です。ちょっと細い道ですね。不安です。人家があります。本当にこの道かな？ちょっと広くなりましたね。よかった。看板が出てきました。正しかったです。降りましょう。 XR はトルクがあるので余裕ですね。桜の季節だったら綺麗なのにな。かなり散っています。しょうがないですよね。
山の途中にあります。その後は歩きです。やっと到着しました。ご苦労様でした。しました。では行きましょう。巨大大仏を見に行きましょう。入場料を払って中に入りました。これが薬師瑠璃光如来という巨大な大仏です。大仏は一枚岩を掘って、3年の歳月をかけ完成させたそうです。もちろん素彫りです。すごいですよね。職人さんの気合を感じますね。近くで見ると、かなり大きいですね。迫力あります。近くでカエルも鳴いています。のどかだ。ウグイスですね。いい感じです。地獄のぞきを見に行きましょう。巨大大仏の近くに頂上へ行く近道がありました。近道なので単独走破です。誰もいません。長い階段ですね。ゆっくり行きましょう。バイクブーツでは疲れますね。かなり疲れます。遠回りでも楽な道を行けばよかったかな。今さら後悔してもしょうがないですよね。まあ、のこぎり山ですから少しは階段を気にしていましたが、結構きつくなってきました。ましてや、一週間前に、ぎっくり腰をやって、しまったので、なおさら足腰に効きます。ここで、再発されても困ります。マイペースで、行きましょう。ところどころ、階段が狭くなります。登りにくい。なんとか、頂上に着きました。よかったです。見えました。あれが地獄のぞきですか？それでは、近づいてみましょう。地獄のぞきに到着しました。ここが地獄のぞきです。すごいですよね。こちらは展望台でした。すごい景色ですね。向こうにありました。地獄のぞきです。岩の上に観光の人がいますね。行ってみましょう。近くに蜂が飛んでいるので注意です。
ここを登るのですね。気をつけてね。表面がボコボコです。意外に足場が悪い。到着しました。地獄のぞきです。では地獄をのぞきましょう。すごく足場が悪い。滑りそうです。結構怖いです。足が震えます。落ちたら地獄行きです。もうギブアップです。耐えられません。さっさと戻りましょう。地獄のぞきをバックに写真です。怖かった。これから駐車場へ戻りましょう。途中地獄のぞきを下から見てみましょう。おお、大きな大仏が出てきました。この大仏は百尺観音です。大きいな。遠足の小学生が来ました。賑やかです。下から見た地獄のぞきです。小学生、元気ですね。みんな、テーマパーク感覚です。意外に怖くないのかな？みんな、大はしゃぎです。近道しようと、細い道を進んでみました。ここから、内容短縮のため早回しで、進みます。かなり急な階段です。本当にいいのかな？子供も来るから、大丈夫かな？頑張っているな。偉いぞ君。いや、本当に細い。道も悪い。行けるのかな？岩ボコボコじゃないか。今までの階段とは、ちょっと違う気がするな。お寺に来て、マジ、秘境探検ではないか。本当に駐車場へ行けるのかな？ここまで来たら、この地図よくわからんな。とりあえず進んでみよう。
の集団と遭遇しました。何か装備が違う。ここは山道では？すげえ不安がある。迷子になってしまった。やはり登山道であった。迷った。もう一度地図を見て駐車場へ向かいます。いやー、足がパンパンだね。青い卵かけご飯を食べに行きましょう。なんとか登山道から脱出し、バイクのところへ戻りました。ヘルメットの中は汗だくです。これから JA 君津未来貞本店へ向かいます。ネットに書いてあった青い卵を食べます。どうも、卵かけご飯があるので昼食とします。現在11時半です。移動に高速を使います。青い卵はアローカナという鶏の卵です。どんな味か興味があります。JA 君津未来貞本店に着きました。それでは店内に進みましょう。青い卵はどこかな。あ、自販機発見です。ありました。卵かけご飯300円です。これが卵かけご飯です。本当に卵が青いですね。黄身がプリプリです。新鮮ですね。一気に食べたので喉が詰まる。
流の具も新鮮です。今頃気がついたのか。やっとなくなった。美味しくて気づかなかった。後に月崎駅へ向かいます。月崎駅近くの三連坪里トンネルへ行きます。今回はここまでになります。ツーリングは、日本人の地獄のぞきを見てきました。地獄のぞきは、真下を見たときと横から見たときの、二度恐ろしさを感じられました。また、青い卵かけご飯は、黄身好きにはたまらない濃厚な味で、かけご飯で食べると、その濃厚さを舌で感じることが、できました。おかずよりかけご飯が早く、なくなるほど美味しかった。ボリトンネルとホワイトガウラーメンの旅です。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。